すごい、それをずっとありがたいなぁ。もう始めます。黒猫オーバードライブと申します。今日は、お呼びいただきありがとうございます。ありがとうございます。じゃあ早速曲目は何ですか？出かけるのだ。Thank you.
今日は風が強いですね。電車がすごい遅れてましたね。じゃあ、はい。はい。今日はあの僕さっきまでバイトしてたんですけど、すごい空いてました。はい、風が強いせいなのかな。じゃあ次の曲。ミセスロンリーっていう曲を聴いてください。結成して4ヶ月ぐらいですか。4ヶ月ぐらいですか。
ではちょっと結構試行錯誤しながらやってきまして、4、5回やったんけ、ライブは。そうですね、はい、5回は。ああ、5回、まあ、はい、ちょっといろいろいろんな人からアドバイスもあって、結構、考えながらでちょっとまあね、方向性はだんだんこういう風にいこうかなみたいな決まってきたんですけど、ちょっとまだ曲が落ち着いてないんで、今日は何曲かカバーで、はい、じゃあ次は小島真由美の解放誌っていう、はい、はい、じゃあ、わかるはずもない、結構
前に有楽町で働いてたんで。あ、でもこっち口は初めて行きました。昔ね、いやなんかね、来ましたよ、僕も。築地に友達と一緒に。築地に？築地に行って。築地に。築地からここ近いんですよ。あ、はい、築地に行きました昔。築地も銀座。築地は銀座じゃないみたいな。銀座じゃないんだけど。はい。さっくね。え、何しに？うん。海鮮丼食べに。じゃあ次の曲。じゃあ次はまたオリジナル曲。いきます。何ですか。Today is a picnic。はい。クマ。できるだけ、できるだけ、なんていうか、と、なんていうかね、かわいい曲を作ろうと思って。じゃあ、聴いてください。Today is a picnic。バスケットを持ってお昼ご飯は3
次が最後ですね。はい、はい、あのホームページとかあるんでよかったらあのアクセスしてもらって、おめこオーバードライブで、うん、あいやうん、あ、うん、QR コードああそうだね、あの5枚しか今日使ってなかった。ああまあ黒猫オーバードライブでも、まあ、どっかに、まあ、いつか出てくる、うん、はいスクライヤーとかなかなかあの てっぺんに出ないんですよね、黒猫オーバードライブ。あ、でも出る、あ、でもどうだろう、私のパソコンだと出るんけど、うん、死んじゃうじゃない、おばさんなんだから。えいやいや、そう、うん、どうしたらいいのまだまだお分かりました。うん、いや、死にはしないです。大丈夫です、あの、大丈夫です、はい。まあ、今日は本当に、ね、とても、ね、気持ちよく、はいはい、できました、はい、ありがとうございます。最後もちょっと、ね、カバー曲、はい、相対性論っていう、はい、私のそうちょっと好きな曲元素機構、うん、ちょっとやってお分かりです、うん、この後も楽しんで帰ってくださいませ。じゃあ3分、ボリューム0にしたら抜いちゃいますね。はい。